さん、いいですか、準備できました。じゃあゆっこさんお願いします。うちのね、うん、母親の実家が深浦だったな、昔。あ、青森、うなの、あれま、ヘバチになるべわかる、少し全然わからない全然わからないよ深浦ってどこ？深浦、深浦って青森にあるんですよ。あ、青森の、なんか海鮮問屋をやってたらしいの。で、結構あの羽振りが良かったんだけど、落ちぶれて東京に来ちゃった。あ、そうだったんですで、父親の方は四国の海賊の子孫だったっていう話で、村上で、両方とも実家が、うん、あの和菓子屋さんなの。だから弘前の方で和菓子をやってるお店と、道後温泉で和菓子をやってる子孫が結婚して、ゆこさんになっちゃったの。そうそう。で、自分は船の船長をこれなんだまでやってて、という話。甘いものは作らないんですか？あ、この間あの初めてあのお寿司を作りました。それは待ってないからさ、じゃあ行ってください。かゆたです。七色の虹が消えてしまったの、シャボン玉のような私の涙、あなただけが生きがいなの、忘れられない。Love you, love you, 涙の東京、白いショーツが消えてしまったの、大好きだったのよ、可愛いショーツ、きっとあなたが持って帰ったのね、返してほしいわ。マイル、マイル、私のショーツ、いつまでも私メソメソしてないわ、別の人に可愛いの買ってもらうの、あなたとはさよならよ、顔も見たくないわ。バイバイマイラー、白いショーツ、出禁にしないでよ幸せのショーツを買ってもらえたわ、ピンク色のレースの可愛いショーツ、それからはその人と生きてゆくのよ。My love, my love, ピンクのショーツ。ありがとうございました。ピンクのショーツでした。こんな曲ばっかりやってるわけじゃないから、ね、大丈夫大丈夫、ピンクのショーツ全然可愛いもんですのよね、キャロルさん。あの、出禁になるんじゃないかと心配してるから、ちょっと出禁にならないよって言ったらやります、ね、次は。